次に土田真君、はい、委員長。土田君、東京13区にて初当選させていただきました、自由民主党の土田真でございます。本日はよろしくお願いいたします。私はまさにバブルが崩壊した平成に入ってから生まれました。そのような中で私が生まれてから一貫してやはり構造的にこの日本が停滞してしまった時間を過ごしてきたわけでございます。そのような中において今回岸田内閣において新しい資本主義を起動して、そして成長と分配の好循環を回していく、こういうことを実現していくことに対して大変大きな期待と希望を抱いているわけでございます。その好循環を実現させていくために核となるのはやはり持続的な賃上げであると考えております。また昨今のエネルギー価格、そして原材料費の高騰が進む中、しっかりと正当なコストを取引相手のいかんに問わず価格に転嫁できる社会を作っていくことが持続的な賃上げには不可欠であると考えているところでございます。しかし中小企業の社長に、私は選挙区である足立区は非常に中小企業が多いんですけれども、中小企業の社長に価格転嫁のことを聞いてみると、まあ、やっぱりコストが上がってもなかなか価格に転嫁はできないよねというような話は、まあ、我々政治家だけではなくてですね、今日お越しいただいている行政マンの皆様であったりだとか、それだけではなくて多くの国民が認識しているところであります。また知っているだけではなくてですね、こういうような声は本当に大昔というと大げさですけれども、昔から耳に入るような声でございます。この話をとってもやはりその価格転嫁という問題に関しては非常に根深くて難しい問題であると私は認識しております。そこで中小企業の価格転嫁支援策についてお伺いさせていただきます。岸田内閣における新しい資本主義における価格転嫁対策の位置づけと、その価格転嫁を着実に行うための取り組みについて教えてください。三浦新しい資本主義実現本部事務局次長。はい、お答え申し上げます。新しい資本主義の実現に向けては市場や競争にすべてを任せるのではなく、官と民がそれぞれの役割を果たし、成長と分配の好循環を生み出す持続可能な経済を目指してまいります。こうした成長と分配の好循環を実現するため、地域経済の雇用を支える中小企業、これが適切に価格転嫁を行い適正な利益を得られるよう環境整備を重視しております。このため昨年12月27日に定めたパートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージでは、1月から3月を転嫁対策に向けた集中取り組み期間と定めるほか、公正取引委員会と中小企業庁が事業を所管する省庁と連携して問題となる事例を幅広く把握し、立ち入り調査や要請を行うスキームを創設すること、下請け代金法の買い叩きの解釈を明確化するとともに立ち入り調査の件数を増やし取り締まりを強化すること、独占禁止法の US 的地位の乱用に関する新たな調査を実施し、立ち入り調査の実施や文書の送付など執行を強化すること、本年4月から下請け G 面を倍増し年間1万社以上の中小企業の現場の声を聴取することなど、価格転嫁を円滑にするための施策を大幅に強化していくこととしております。今般の取り組みを着実に実施することで中小企業が適正な利益を得ていけるよう政府一体で取り組んでまいりたいと考えております。土田真君、ご回答ありがとうございます。今内閣府の方からご回答いただきましたけれども、公正取引委員会の職員の皆様とお話をしていると、本当にしっかりコストを価格に転嫁できる世の中を作っていきたいであったりだとか、まあ、適正な取引が行われる世の中を作っていきたいという思いをしっかりとひしひしと感じているところでございます。まあ、今ご説明いただいた施策対策は大きく3つの分類に分けられるのかなというふうに私は思っておりまして、1つは発注元の企業に対して
まあ、啓蒙していく、広報活動を行っていくというような施策と、2点目はいわゆる下請けというか発注を受ける側の企業の告発しやすい環境をしっかりと整備していく施策、そして最後に3つ目はいわゆる行政が積極的に能動的にご自身から何か不適切な不公正な取引がないかということをヒアリングしていく、この大きい3つだと思っております。その中で私が申し上げた1点目の発注元の善意に期待していく、啓蒙していくというような施策は私はちょっと不十分なんじゃないかな、必要だとは思っているんですけれども不十分じゃないかなと思っております。そもそもいわゆる善意であったりだとか良心みたいな部分よりも目の前にあるある意味利益、価格を転嫁しないことによって得る利益の誘因が強いからこそ不公正な取引が存在していると考えております。また2点目の下請けから告発しやすい環境整備を作るという点ですが、これは現場から の声をしっかりと聞いていく、把握していくという観点からは非常に大事で不可欠であると私は思っております。ただやはりいろいろ中小企業を経営されている方々の声を聞くと、やっぱりその元請けの発注元の企業の目を気にしちゃうんだよねとか、元請けの発注元の企業は地元の名士がやっている企業だからなかなかちょっと声を上げづらいというような声を聞きますし、おそらくこれはですね誰もが容易に想像つくような悲痛な叫びなのだと思っております。そこで3点目の能動的に行政が不公正取引を把握しに行く、見つけに行くという点についてお伺いしますが、つまりいわゆる G 面調査員というんでしょうか、 G 面がヒアリングを積極的にしているわけでございますが、年間 G 面の方々合計でどのぐらいの件数をヒアリングしていて、でそのヒアリングの結果をどのような形で活用しているのかお伺いさせていただきます。飯田事業環境部長、お答え申し上げます。今委員ご指摘のとおりですね、取引の適正化に向けましては整理していただきましたように大企業に対する啓蒙でございますとか、あるいは事業者さんからの下請け事業者さんからの訴えですとか、こういったものを受け止めるということはやっております。最初に少し下請け事業者さんからの訴えというのもこれもそれなりに成果ありまして、下請け駆け込み寺というのをその全国47都道府県に設置しておりますけれども、相談件数は年間約1万件ぐらい出ており、これで単調にしているという例もございますので、一定の役割を果たしているというふうに思っております。その上で能動的な取り組みにつきましてですね、少し例示をさせていただきながらと思っておりますけれども、例えばですね、今ご指摘ありました全国120名おります下請け G 面でございます。この活動についてちょっとご説明をさせていただきます。下請け G 面による中小企業のヒアリング年間4000件ぐらい実施をしてございます。来年度この下請け G 面の数を120名から倍増することを検討ということにしておりまして、4000件の件数を年間1万件程度に広げてまいりたいと思ってございます。でその下請け G 面から聞き取りましたその情報につきましては、業界別あるいは企業別にこう整理をいたしまして、その情報提供者がですね誰なのかということが特定されないように注意を払った上で、例えばその業界ごとにその定めているガイドラインですとか自主行動計画、こういったものの改定につなげていく、それから個別企業においてですね、いろんなその違反がある場合には下請け代金法による取締りの端緒情報として公取とも連携しながらやっていく、それから下請け中小企業振興法という、これは振興関係の法律があるんですが、これにつきましてのその振興基準の改正ですとか不適切な事例についてのその指導助言ですとか、こういった法律の執行にも活用することにしております。
それから能動的な取り組みにつきましては、下請け事業者20万社に対して定期的な調査も行っております。また発注側とか受注側事業者の9万社に対するアンケート調査による取引実態の把握なども行っております。その他にも昨年の9月初めて価格交渉促進月間やっておりまして、このフォローアップの関係でございますとか、あるいはサプライチェーン全体で共存共有を目指すパートナーシップ構築宣言、これの普及でございますとか、さまざまな取り組みによりまして取引の適正化に向けてですね、広報なども含めましてしっかり検討してまいりたいと思っております。土田新君。限られた予算の中で本当に大変ですけれども頑張っていただいていると認識しておりおりまして、その努力に対しては非常に敬意を持って抱いているところでございますけれども、中小企業の数が約350万社あると言われていて、その取引の数だけで見るとおそらく天文学的数字になるんだと思っております。でその中で今人員拡充の話も含めて、どうしてもやっぱり人海戦術的な手法というか実態把握方法になってしまっている点がありまして、そこはちょっと限界があるんじゃないかなというふうに思っております。それにあたって今ちょうどAI などを活用して、より広く実態を把握していこうというような取り組みをされていると思いますけれども、そこについて詳しくお話をお願いします。飯田事業観光部長。お答え申し上げます。今委員ご指摘ありましたように取引非常に膨大でございますので、中小企業の数も大変多ございますので、そういった中でどうやって効率的に進めていくかということでございまして、今ご指摘いただいた AI でございますけれども、先ほど申し上げました下請け G 面でございますけれども、こちらでいろんなですね、全国各地の下請け企業の現場の悩みというものをこう伺うことでなってございます。でそういう中でですね、その G 面から得た情報をですね、AI なんかを活用してですね、さっき申し上げましたその下請け代金法に基づく取り締まりとか下請け G 面のヒアリング情報みたいなものを活用にこううまく使っていけないかと、人海戦術ってやっぱりそのヒアリング情報をその整理するというのは大変でございますので、単調情報を効率的に掴んでですね、効果的にその、対応していくということのために、そんなことができないかということについて今フィジビリティスタディをやっておるところでございまして、うまく取り込めるようであれば来年度以降取り込んでまいりたいというふうに思っております。土田新君。まさに今賃金の上昇であったりだとか燃料費原材料費の上昇が続いている中で自然に価格転嫁されるコストを価格転嫁されるサイクルを作っていくことがまさに成長と分配の好循環を作っていく回していく肝だと思っておりますので、引き続きしっかりとした効果的な取り組みの方をよろしくお願いいたします。次に中小企業の M&A に関する制度整備の質問をさせていただきます。豊かに暮らせる日本を次の世代にしっかりバトンタッチしていくためには、大企業や中小企業といった企業規模に限らず、しっかりと日本のすべての企業が生産性向上に向けて取り組んでいける環境整備が必要だと思っております。その方法の一つとして M&A という手法があるわけでございますけれども、その方法の一つとして M&A という機能がある中で、そのいわゆる企業の新陳代謝をしっかり回していく必要があると私は思っております。その M&A のいわゆる基盤をしっかり整えていくことがまだまだ日本では進んでない未完成であるという認識を持っている中で、中でも M&A の中小企業における M&A の取引業態は大きく分けて2つございまして、1つは FA 型いわゆるフィナンシャルアドバイザリー型と仲介型というものがございます。でこの仲介型の企業取引に関してはいろいろその利益相反の問題であったりだとか多く問題点が指摘されておりますけれども、これは行政としてはこの点をしっかりと認識しているのでしょうか。飯田部長。
お答え申し上げます。令和2年3月に中小 M&A ガイドラインというものを定めておりますけれども、策定いたしましたけれども、この中でまさにご指摘のとおり、仲介者が支援を行う場合には、譲り渡し側、それから譲り受け側、双方が依頼者になるということでございますので、例えばその譲り渡し側にとっては譲渡対価が高い方が望ましいと、一方、その譲り受け側にとっては、それが安い方が望ましいという中で、いずれかの当事者との間で利益相反の恐れがあるということは、そのガイドラインの中でも指摘されているところでございます。須田新君。ありがとうございます。M&A を実施するにあたって、免許 などは不要でございますけれども、仲介型においては、営業マンが契約時に受け取るインセンティブ、いわゆるボーナスの額が非常に大きくてですね、適正な取引よりも、適正な取引価格を設定して、しっかり取引を行うということよりも、売り手と買い手のマッチングが重視されがちであるというような話が言われております。そうした中で、FA 型と異なり、売買プロセスの適切な価格決定プロセスが働きづらい、仲介型においては働きづらいと言われている点については、どのようにお考えでしょうか。飯田部長。お答え申し上げます。まず最初に FA 型と M&A ということでございますけれども、これは事業実態として申し上げますと、やはり制約によって報酬を得るということにつきましては、M&A のパターンであっても、その FA のパターンであっても、どちらも同じということでございますので、いずれにせよ、そういった中でその報酬が得られていくわけでございますけれども、先ほど申し上げましたように、その仲介者につきましてはですね、仲介型につきましては、いずれか一方の当事者の利益を優先するような可能性があるということでございますので、M&A ガイドラインにおきましては、仲介者も含む M&A の専門業者に対しまして、やはりその適正な業務を執行するためにですね、他の M&A 支援機関へのセカンドオピニオンを求めることを、しっかり認めるような契約にしていただきたいということ、あるいはその売り手と買い手の両者から手数料を徴収しているということの不利益情報をですね、開示することを徹底していただきたいといったようなことを求めているところでございます。須田新君。売り手に対して買い手側、仲介をする買い手側の、売り手との情報格差が非常に、激しくてですね、大きくて、必ずしも適正な取引、企業価値評価がされているというふうには言えない状況にあるわけでございます。また先ほどおっしゃっていただいた中小企業における M&A ガイドライン、中小企業庁さんが出されているガイドラインにおいても、において指摘されているとおり、買い手は、仲介業者にとって、リピーターとなる可能性が高いわけでございまして、したがって仲介業者からするとですね、売り手、一部の 例ですけれども、売り手にとって価格がちょっと安くても、買い手の利益を優先してしまうというような、誘引が働きやすい構造がそもそもあるではないかというふうに認識をしております。仲介型よりも F 型の方が、事業継承問題を抱える目線に立ったフェアなアドバイスができるというふうに考えておりますけれども、この点についてご意見をお伺いします。飯田部長。お答え申し上げます。今、ご指摘ございましたけれども、両者 そのやっぱり合意でその、価格が決まっていくわけでございますけれども、確かにその仲介者側がですね、リピーターになりうる譲り受け側、買い手側のですね、利益を優先してまとめるんじゃないかという指摘もあるわけでございます。一方で、この値段が上がりますと、先ほどもご指摘ありましたように、手数料がたくさんもらえるという形で、そういう意味からその譲り渡しが売る側のですね、値段を高くするという誘因が働くというような指摘もそのございまして、必ずしも一方でどうかということではないのかなというふうに、可能性があるんじゃないかというふうに考えてございます。それから M&A の実務におきましてはですね、実態的にはやはり単独で手数料を支払うだけの余力が少ないその小規模の事業者の方はこういっぱいいらっしゃいますので、FA フィナンシャルアドバイザーよりも仲介者の形態で両方からという形でそちらの方が多く用いられているのが現状でございまして、仲介者による支援がその一律にこう不適切だということになりますと、 M&A 自体が進んでいかないという可能性もございまして、なかなかこう現実的ではないようなとも思っております。いずれにしてもですね、中小企業
者が仲介者を選ぶのか、あるいは FA を選ぶのか、それぞれの特徴を十分理解した上で、自らですね、しっかりニーズに応じた支援を受けられる環境を整備することが大事だと思っておりまして、先ほど来ご指摘のガイドラインにおきましてはですね、仲介者 FA が それぞれの契約の締結前に、それぞれの違いですとか特徴などの重要な事項についてしっかり説明を行って中小企業者の納得を得ることが必要だというふうに指摘をしているところでございます。須田新君、ありがとうございます。今ご答弁いただいたとおり、しっかりと中小、会社企業の新陳代謝を回すサイクルを基盤を作っていくことは非常に大事だと私も認識しているところであります。一方で上場企業に関してはいわゆる利益相反の観点から、基本的に FA 型いわゆるフィナンシャルアドバイザリー型の取引しか実施されてないわけでございますけれども、にもかかわらずいわゆるその中小企業の取引においては、規模が小さいからであったりだとか投資家からの指摘を受けづらいからであったりだとかというような、いろいろな理由がございますけれども、仲介型の取引を、容認というかが横行していることに関しては、私は正直道理には合わないんじゃないかな、理屈には合わないんじゃないかなというふうに考えております。また日本よりも M&A 市場が成熟しているアメリカなどにおいては、そもそも企業の規模にかかわらずいわゆる仲介業者というのはもう利益相反であるというような常識がある意味通っていて、そもそもですね、その仲介業者を規制するような何かそこで問題点を指摘して改善するような議論すら上がらない状態にあるわけでございます。しかし日本においてはすでに仲介取引というような形態が非常に、浸透している中で、日本の企業の生産性向上に寄与させるためにもガイドラインではなくてだけではなくて適切なルール作り、ある意味大げさな言い方を言うと強制力があるようなルール作りを行うべきだと考えております。適切なルール作りを行うためにも売買、先ほどご答弁いただきましたけれども、適切な売買価格を認識するためのセカンドオピニオン、第三者評価機関を入れたりだとか、FA 型に限定するであったりだとか、いろいろな具体的な解決策を講じるべきだと思っておりますが、その点、どうお考えでしょうか。ご答弁よろしくお願いします。お答え申し上げます。今委員からもご指摘ありましたように M&A はやはりその生産性向上の観点、あるいはその事業承継ですねの観点からも非常に大事だと思っておりまして、今もお話ありましたように実態的にはその仲介者による M&A が非常に多くなっているわけでございまして、そういった中でですねその仲介者による支援の問題の影響をやっぱり最小限にしていくということで、中小企業の皆さんが安心して M&A を行える環境を作るということが大事だと現在思っております。でこのために中小 M&A 推進計画というものを昨年4月に取りまとめたんですが、これに基づきまして同じく昨年8月には M&A 支援機関登録制度、これをですね創設いたしまして、これは中小 M&A ガイドラインの遵守を条件としているわけなんですが、この事業承継引継補助金というこの補助金の補助対象をこの登録 M&A 支援機関による支援にこう限定するという形でインセンティブをつけまして、中小 M&A ガイドラインの徹底をまず図っているというのが一つございます。それから M&A 登録機関、先ほど申し上げた支援機関登録制度に登録された仲介者あるいは FA からの不適切な事案のその収集というために登録制度の創設に合わせて情報提供受付窓口も創設しておりまして、こういった中でそのいろんな不適切な事案などについては情報をいただいて対処していくと、それから価格の問題をはじめですね、さまざまな取引条件について納得がいかないと不安があるという方々には第三者的な支援機関に意見を求めるそのセカンドオピニオンが有効ということでございまして、先ほど申し上げました事業承継引継補助金ではセカンドオピニオンにかかる専門家活用費用の補助もしております。こういった取り組みを通じまして中小企業が安心して M&A を行える環境の整備に向けて現場のご意見もしっかり伺いながら進めてまいりたいと思っております。須田新君、ありがとうございます。今市場の整備というような観点から申し上げましたけれども、経営者、売り手側の経営者個人の目線から考えると、やっぱりその自分の会社を売るというのは、ある意味おそらく一生に一回の大きないわゆる人生の
総決算のわけでございますから、しっかりとその価格の会社の価格の自分の今までの人生の評価がしっかりとされる体制を整えていくことも非常に必要だと思っておりますので、引き続きご議論の方をよろしくお願いいたします。次にコロナ関連補助金の評価についてお伺いさせていただきます。いまだに未曾有のコロナ禍という事態にもがき苦しんでいる事業者の皆様のために、国ができる限りの努力をして補助を支えていくということは不可欠であると考えております。そうした考えのもと、コロナ後もしくはウィズコロナの世界を見据えた事業復活支援金、そして事業再構築補助金の目的意義をちょっと簡潔によろしくお願いいたします。飯田部長お答え申し上げます。まず事業復活支援金でございますけれども、新型コロナの影響により厳しい経営状況が続く事業者の皆様が3月までの見通しを立てていただけるよう、使途に制限のない給付金を一括給付することで事業の継続回復を支援することを目的としております。2つ目に事業再構築補助金でございますが、こちら新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、ポストコロナ、ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために、新たな事業分野に進出するなど、中小企業等の事業再構築の取り組みを支援することで、日本経済の構造転換を促すということを目的としております。土屋新君。復活支援金、再構築補助金に関しては、まさに今コロナで非常に苦しいけれども、なんとか復活してやろう。今の勝負している分野ではなかなかコロナ禍では勝負しづらいから、別の分野で再起を狙ってやろうというような、まさに非常に前向きな予算措置であると私は思っております。しかしですね、将来に向けてこのコロナ禍の教訓をしっかり後世に伝えていくというような観点も大事だと思っております。またコロナの後に何か別の未曾有の事態が起きたときに、より効率的かつ効果的な施策を打つ準備をしていくのも、今回非常に大きな予算措置をした中で、今政治を担う我々がしていかないといけない点であると、責務であると考えております。事業復活支援金 2.8 兆円、事業再構築補助金6000億円とかつないほどの予算を確保した政策の事後評価をする予定はございますでしょうか。またある場合はその方法についてもすみません、簡潔にお願いいたします。お答え申し上げます。事業再構築補助金でございますけれども、これ補助事業終了後3年から5年かけてですね、付加価値額を増加させていくということになっておりました。事後的な政策評価を行うこととしております。まず事業評価を実施するために、採択事業者に対してその補助事業終了後5年間にわたって売上高や付加価値額等を定期的に報告することを義務付けて、これでデータ収集していくと。それから政策評価の観点からですね、その不採択になった方々の情報もないといけないと思っておりますので、こちらもですね、申請後のデータを一定程度収集できるという仕組みも構築しているところでございます。一方、その事業復活支援金でございますけれども、こちらは使途に制限のない給付金を出したところで終了いたしますので、なかなか事業実施のですね、効果を検証するのは難しいわけでございますけれども、やはりこれまでのその給付金事業、あるいはその金融支援、あるいはその雇用調整助成金、こういった他の支援策の効果も相まって、倒産件数が57年ぶりの低水準という状況でございます。行政事業レビューシートなどでの政策評価を通じて、この事業復活支援金についても適切な政策評価に努めてまいりたいと思っております。じゃあ新君、ぜひ事後の備えのために積極的な政策評価と検証のほどよろしくお願いいたします。ちょっとまだ質問が残ってるんですけれども、ちょっと時間がなかなか足りないので、最後に本当に今コロナで多くの人がもがき苦しんでいて、そして今苦しんでいる人が、コロナをただの災いで終わらせるんじゃなくて、しっかりとこの日本の再飛躍のきっかけになったよね、そういうような認識を後日後になって持てるように、しっかりとこの日本という国を次の世代にバトンタッチしていくために、私も頑張ってまいりますので、皆様と一緒に引き続きいろいろな勉強をさせていただければと思います。本日はありがとうございました。これにて土田新君の質疑は終了いたしました。
午後1時から再開することとし、この際休憩いたします。